ナマステヨギさん。ヨガを始める前に今日はレタスのお話をします。だいたい2週間ほど前にお店に行ってアイスバーグレタスというレタスを買いました。そしてそのレタスを食べ終わる頃になって芯が残っていたんで、この芯を水につけたらどうなるかなと思ってお水につけてみました。2週間ぐらい前の話ですけども、今日はこのように可愛いレタスができています。これはご家庭でも簡単にできるプロジェクトですね。今寒くて家に閉じこもってるような人ですとか、子供さん、学校に行けない子供さんとかの、可愛らしいちょっとミニプロジェクトになりますんで、子供さんにとってはレタスというものが生きているものなんだというメッセージを伝えるのにも効果的ではないかと思います。そしてこのようにレタスを育てるのは全然お金もかからないし、逆にレタス1つ買ったお金で2つ分3つ分も取れるんで、コストの節約にもなります。そしてそちらはどうかわからないんですけど、こちらでこのレタスを買いますと、こういうプラスチックに包んで、はい、売られているんで、これを買うときにこのプラスチックも、ゴミが出てしまいます。この環境保護にも非常に役に立つんで、レタス作りおすすめします。プラスチック1枚大したことないように聞こえるかもしれませんけれども、例えば100万人の人がもし1つで年に1つでもレタスを作ってみたら、このプラスチック100万枚というのは相当な量になりますんで、バカになりません。はい、じゃあ自分でやってみたい人はどうしたらいいかと言いますと、まずお店に行ってレタスを買います。ちょっと新鮮そうで、この芯がまだついてるレタスを選びます。で、これを下向きにして水に、葉っぱがない状態で水に、つけて日当たりのいいところに置いておきます。で、最初のうちは根っこがないので乾きやすいので、必ず毎日ぐらいのようにお水をあげる必要があります。乾いてしまうと死んでしまうんで、毎日のようにお水をあげて2、3週間ぐらいしたら、このぐらいの大きさになりますんで、ここで、鉢に植えたりとか、外が暖かければ外の地面に直接植えたりすることもできます。このように育てられるのは、あとキャベツとか白菜とかセロリもできます。あとネギは皆さんご存知ですよね。それ以外に人参とか、ビーツもできます。人参とビーツの場合は葉っぱのついてるのを買ってきて、実のところに少し入るぐらいの1センチか2センチぐらい入るところで切って、それをお水につけます。ただし人参やビーツの場合は1年目は葉っぱと種しか出ません。実はなりませんので、実を取りたい人はその種を最初の時に年に取って、それをまた2年目に植えれば生えてきますんで、葉っぱだけで食べたい人は1年目で取れますが、実が欲しければ2年かかります。本当に自然界というのは面白いですよね。ではヨガに入りますので、手を合掌にしましょう。オーム・サハナ・ババトゥ・サハナ・ウ・ブナクトゥ・サハ・ビリャン・カラバ・バハイ・テジャスヴィナ・ヴァディ・タマスト・マビッヴィシャヴァハイ。オムシャンテシャンテシャンティヒ。今日はヨガの禁戒の一つ、ブラマチャリアについてお話しします。ブラマチャリアはよく禁欲というふうに訳されるんで、性的欲望のことを考える人が多いんですが、実はもっと深い意味があるのです。ブラマチャリアという単語はサンスクリット語のブランマとチャリアという2つの単語を組み合わせたものです。ブランマは宇宙意識ですとか神聖なるもの、
神などと訳すことができ、チャリアの方は道とか生き方というふうに訳すことができますんで、組み合わせますと、神聖な道を歩むとか、宇宙意識に沿った生き方をするなどという訳の方が正しいかと思います。ヨーガスートラにはどういうふうに書かれているかご紹介しましょう。純潔が堅固に確立すれば巨大な力を獲得する。ここではブラマチャリアは純潔というふうに訳されていますが、人間の動物的な欲望を抑えるという意味があります。人間というのは肉体という動物的な部分と霊魂という神聖な部分からなっています。動物と同様に人間にも習性があります。例えば、眠ること、食べること、繁殖することなどがそうです。その習性を満足させるためだけに生きている人間もいます。五感に絶えず振り回されながら生きている人もいます。ヨガでは、それよりももっといい生き方がありますよということを教えています。ブラマチャリアを練習することで、エネルギーを外的な世界から内的な世界に向けることができます。では、どのようにしてブラマチャリアを練習できるのでしょうか。世界の様々な文化や宗教で使われている方法としては、断水、断食、断眠などもありますし、滝の下に座って水を浴びながら、瞑想するとか、正座して何時間もお経を唱える、飲まず食わず寝ずにお経を唱えるとか、体が死の境地にたどり着くまで苦しめるとか、アラン行というのもあります。インドなんかに行きますと、片手をずっと上に何年間も上に上げて肩が凍りついてしまうまで腕を上げる、そういう修行法とか、口を聞かない、何年も口を聞かないですとか、自分の足を両足を縛って歩けないようにする、だからどこ行くにも四つん這いで行かなければいけないとか、あと横になってはいけないという修行で、常に寝る時も自分の体を壁などに縛りつけて横にならないようにするとか、そういう修行のことも聞いたことがありますけども、果たして本当にそれだけ、そんなことまでやらなければいけないものなのでしょうかということを考えさせられます。私の個人的な答えとしましては、その人が自分がそれを必要としていればやればいいでしょうし、必要としていないのであればやらなければいいと、簡単な答えを出してしまいます。というのも、今までに会った人の中でお坊さんの、そういう修行、荒行というのを何年もやってきたような人で、傲慢で短気な人にも会ったことがありますし、全然何のそういう荒行とか自分を苦しめるような修行をしたことのない人で、すごく素晴らしいレベルの高い人にも会ったことがあります。なのでそれはその人それぞれのチョイスだと思います。何のために修行しているのかがポイントになるのではないかと思います。自分でも分かったつもりで分かってない人もいると思います。容疑としては意識の拡大を目指すのですが、肉体の様々な欲望を制御するために意識の拡大を目指すのではなく、意識の拡大を目指すからこそ様々な肉体の欲望を制御するのです。常に高い意識、神の意識を目指す者にとって、肉体はだんだんと興味がないものになっていきます。つまり、高いレベルに到達するにつれ、そういった荒行にも興味がなくなるわけです。当然、高いレベルに到達した人でも体を支えていかなければいけないので、飲んだり食べたり眠ったりする必要があります。
普通の人のように眠ったり食べたりはするんですが、極端なことは行わなくなります。禅の教えにこういうのがあります。悟りの前は薪を割り水を汲む、悟りの後は薪を割り水を汲む。やっていることは以前と全く同じかもしれませんが、行っている人の中身が違うだけです。その人の意識が違うだけです。世界各国で聖職者による子どもの性的虐待のお話が絶えません。聖職者であるからといって物欲から解放されているとは限りません。こういう場面を想像してみてください。あるお母さんがお菓子の入った缶を子どもの前に置いて、これ食べちゃいけませんよと言ったとします。その子はお母さんの前ではお菓子は食べません。欲しいとは思うんでしょうけれども食べません。食べない理由はそれが悪いと思うからではなく、食べたら怒られるという考えでそのお菓子を食べません。なので例えばお母さんがどこかに行って誰もいない時にその子がその缶を見れば、誘惑に負けて食べてしまうかもしれません。これらの聖職者たちも同じです。子供を虐待しない理由はそれが道徳に反していると思うからではなく、バレたらまずい、バレたら大変なことになるという理由でやらないだけなので、今度その周りに誰もいなくなった時、お母さんがいなくなった子供のように、その誘惑が誰もいない時に発生してしまったら、その人は誘惑に負けてその犯罪を犯してしまう可能性があります。ブランマチャリアの練習法ですが、普段からこの世界よりも、目に見える世界よりも高い普遍な真実があるということに意識を向けながら、生きていくことではないかと思います。それを神と呼んでもいいです。具体的な方法は自分なりにいろいろと研究しながら自分に合ったものを見つけたらいいのではないかと思います。アヒンサやアステーヤなどと同じで、ブラマチャリアもそれを極めることがゴールではなく、それを一つのツールとして意識の拡大を目指したらいいのではないかと思います。では立ちます。はい、今日は腕を上げたり下げたりするのから始めます。息を吸いながら両腕を上げてかかとを上げます。吐きながら下ろします。吸いながら上に伸びて、吐きながらリラックス。そしてこれを10回ぐらいやりましょう。できる人は目を閉じます。終わったら休憩しましょう。次は右脳と左脳のコミュニケーションを良くすると言われる運動です。両腕をまず上に上げましょう。息を吸って吐きながら右肘と左膝を前で合わせます。吸いながら伸びます。吐きながら左肘と右膝を合わせます。吸いながら伸びます。両サイド10回ぐらいずつやりましょう。呼吸に合わせてゆっくりとやります。目をつぶってできる人がいれば目を閉じます。目を閉じると少し難しいですね。
息を吸って吐きながら休憩します。もう一つ右脳と左脳の運動を行います。今度足を広めに開いて手を横に伸ばします。息を吸って吐きながら右手を左足の方に持っていきます。吸いながら起き上がります。吐きながら左手を右足の方に持っていきます。吸いながら起き上がります。これを10回ほどやります。これはよく自閉症の子供に勧められている運動です。右脳と左脳のコミュニケーションを良くするそうです。もう少し繊細にやりたい人は、例えば手の人差し指で逆の足の親指を触るとか、もう少し繊細なレベルで、試してみてもいいです。終わったら起き上がって腕を下ろしてからリラックスします。休憩します。今日はベルトを使います。これはヨガ専用のベルトで、こういうの買ってきてもいいんですが、家にもなんかあると思います。例えばスーツケースのベルトですね、そういうものとか、ウエストに巻くベルトでも、あまり硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどこのなんか生地でできたようなものが一番いいんですけども、なんかこういうものをお持ちであれば探してきてください。そしてこれは非常に長いベルトなんで、半分に折りますが、短いのを持っていれば折らなくてもいいです。まずはベルトを肩幅かちょっと広めに持ちます。足も少し開きます。息を吸いながら上に伸びます。両腕を上に上げて、上に伸びながら手を外に押し出すようなイメージですね。このベルトが中でたるまないようにぐっと外に押し出します。そして上の方を向いてリラックスします。息を吸って右に倒れましょう。真横に倒れます。左の肩を少し後ろに引いて上を向きます。ここでもベルトがたるまないように気をつけます。息を吸いながら中心に戻ります。吐きながらそのまま左に倒れます。今度は右の肩を少し後ろに引いて上の方を向きます。息を吸いながら中心に戻って吐きながら両腕を下ろします。肩を動かしましょう。次は私の一番好きな肩のストレッチの一つなんですが、ベルトを背中の後ろに回します。ちょうど腕の下にぐらいに来るようにして伸ばして、で前に持ってきて交差させます。バッテンがあるよ。そのバッテンの下に頭をくぐらせてから調整して下の方に引きます。ここで腕が伸ばせる人、長いベルトを使っている人は腕が伸ばせるかもしれませんし、伸ばせなければ肘は曲げたままでもいいです。頭を後ろに倒して
ストレッチを楽しみます。これは姿勢が良くなるストレッチですね。家で座っている時、テレビを見ながらでもいいので、このストレッチを、しょっちゅうやりますと姿勢がだんだんと良くなっていきます。今日は短い間だけやりますが、非常に気持ちいいと思います。はい、では息を吸って吐きながらベルトを外しましょう。肩を動かしてもいいです。次はまたベルトを半分に折ります。バランスのポーズを行いますので、いつものように壁につかまりたい人、椅子やテーブルにつかまりたい人は左手でつかまってください。ベルトを右足にかけます。そして右手あるいは両手でベルトを持って、足をまず前に上げましょう。好きな高さまで、数センチだけでもいいです。もう少し難しくしたい人は左の腕を横に伸ばしたり上に伸ばしたり、腰に当ててもいいです。このままキープします。呼吸を深めてリラックスします。はい、じゃあ次は右足を一旦下ろす人は下ろしてください。後の人は右足を横にスイングします。正面を向くか、難しくしたければ左を向きます。はい、ではコントロールを失わないように中心に戻りましょう。キープします。そして解放します。リラックスしましょう。動かしてもいいです。はい、次は反対側、左足にベルトをかけます。捕まる人は右手で捕まります。準備ができたら片手あるいは両手を使って左足を好きな高さまで上げます。ここでまずキープします。呼吸を深めます。はい、次は左足を左の方に動かします。一旦下ろす人は下ろしてからまた上げ直します。難しくしたければ右を向きます。はい、もう少しですんで頑張ってください。ゆっくりと中心に戻ってバランスを失わないように、バランスを整えてからゆっくりと左足を下ろして休憩します。はい、よくできました。ちょっと難しいんで練習が必要ですね。ダメだった人は練習してください。はい、じゃあベルトは少し置いときましょう。立った足首の運動を行います。これも少しバランスが必要になります。捕まる人は壁があれば背中を壁に当ててやってもいいです。あるいは片手で椅子などを掴んでもいいです。あとの人は両手を横に開きます。 T の字に開きます。そして右足を上げます。右の足首を両方向に10回ぐるぐると回します。10回ずつ終わったら上下に10回動かします。
からそのままキープします。はい、息を吸って吐きながらリラックスしましょう。反対側をやります。腕を横に伸ばすか壁になどによりかかります。捕まります。今度は左足を上げます。そして足首を両方向に10回ぐらい回しましょう。そして上下に10回動かします。終わったらそのままキープします。はい、吐く息で足を下ろします。リラックスします。休憩しましょう。はい、じゃあもう一つ立ったポーズを行います。マットの前に立ちましょう。左足を後ろにステップします。右手は右の足の真上に、左手は左足の真上に持ってきます。ビラバドラサナ2番です。できる人は右膝をさらに深く曲げます。お腹を引っ込めて、お骨を前に向けます。視線は左手の指先を見ます。ここで目を閉じられる人は目を閉じても結構です。呼吸を使ってリラックスします。今日はこのまま反対側を向きます。まず息を吸いながら中心に戻って腕を上に上げましょう。左足を外に向け、右足を斜め前に向けて左膝を曲げて、吐く息で左腕を左足の上、右腕を右足の上に持っていきます。視線は左の指の方を向きます。後ろの腕、右腕が下がらないように地面と平行にしましょう。お骨を引っ込めてお腹の筋肉を締めます。難しくしたい人は左膝をさらに深く曲げます。吸う息で両腕を上げて前を向きます。吐きながら腕を下ろして休憩しましょう。はい、では次はマットに足を伸ばして座ってください。今日はまたベルトを使ったポーズをいくつかやりますので、持っている人は使ってください。まずは、ボートポーズ、ナバーサナというポーズを行います。ベルトなしのバージョンをまずお見せします。膝をまず曲げて手を後ろにつけます。ここで背中をピンと伸ばします。そして足を上げます。ベルトなしのバージョンですと足は前に伸ばすか上に伸ばします。背中を伸ばしたままここでキープします。最初は結構難しいんで、ベルトを使うと少し楽になります。ベルトを持ってる人は両足にかけましょう。そして背中をピンと伸ばしてください。この背中が一旦丸まるとなかなか伸ばすのが難しくなるんで、最初から伸ばすようにします。そして準備ができたら両足を上げます。膝を曲げてもいいです。伸ばせる人は伸ばします。背中が丸まらないようにしてここでキープします。上の方向きます。
はい、じゃあ最後の5秒試してみたい人はポーズが崩れないように力を入れてベルトを離します。5秒だけやります。1、2、3、4、5。そして吐く息で足を下ろして前に倒れましょう。背中をストレッチします。はじめのうちはベルトを使って、慣れてきたらベルトなしでやるというのも一つの手だと思います。はい、じゃあまた長座の姿勢に戻ります。足を伸ばしたダンダーサナというポーズですが、このポーズ普通は前屈ベルトなしでやりますが、膝が曲がってしまう人がいるんで、今日は膝を伸ばすのをゴールにします。なのでこのベルトを使って、足まで手が届かない人もベルトを使えば、膝を曲げずに前に、倒れることができますんで、それを今日はやってみましょう。両足にベルトをかけます。また背中を伸ばします。ベルトはちょっと置いておきましょう。上に伸びて背骨を伸ばしてから前に倒れるようにします。息を吸いながら両腕を上げて上を向きます。吐くときは押し出すように背骨を長くキープしたまま前に倒れて、足を持ってもいいです。ベルト必要ない人は足を持ってもいいですし、ベルトを持ってもいいです。膝はまっすぐ伸ばしたまま顔を両膝に近づけます。ここでリラックスします。ヨガをやってる時に苦しそうな顔してやる人が時々いるんですが、ヨガとは楽しみながらやるものなので、やりすぎると怪我をしたりしますし、楽しくなくなるんで、自分のできる範囲で、疲れるかもしれないんですけども、楽しみながらやるのがポイントですね。どこに感じてるか、気持ちよさがないか、ストレッチして気持ちいいと思いますんで、気持ちよさを探しながらやってみてください。はい、では息を吸いながら上に伸びます。吐きながら腕を下ろしてリラックスします。体を動かしてもいいです。はい、次は、横向きになりましょう。スッカーサナあるいは楽な姿勢で座ります。ゴムカーサナというポーズをやります。牛の顔というポーズです。まずはできる方は膝を重ねます。右膝が上になるようにして、膝を重ねられる人は縦に重ねますし、これが無理な人はスッカーサナでもいいです。途中まででもいいです。あるいは膝が痛くてダメだという人は足を前に伸ばしてもいいです。この状態で右膝を上にして、左手でベルトをつかみます。多分、半分に折った方がいいと思います。短いの持ってる人も半分に折ってください。そして後ろで手を合わせます。見えるように後ろを向きます。左手でベルトを持って右手で下からつかみます。あるいはもし後ろで背中の後ろで手が合う人がいれば逆の手を持ってもいいです。どちらでもいいので、今日の自分に合ったバージョンを選んでください。そしてそこでキープします。左の肘はできるだけ高く上げます。はい、息を吸って吐きながらリリースします。一旦休憩します。そして次は逆の膝を上にして好きなように足を組んでください。今度はベルトを右手で持ちます。右の肩の後ろに回して左手は下から回します。そしてできるだけ手を背中の後ろで近づけます。
右肘はできるだけ上を指すようにします。目を閉じて顎を引き、リラックスしましょう。息を吸って吐きながらリリースしましょう。リラックスします。はい、ベルトは置いておきましょう。首のストレッチをやります。手を膝の上に置いて息を吸いながら頭を後ろに倒して顎を天井に向けます。息を吸って吐きながら元に戻ります。そして今度は顎を下に向けて首の後ろ側をストレッチしましょう。はい、息を吸って吐きながら元に戻ります。次は頭を右に倒します。右の耳を右の肩の上に持ってきます。もう少し深めたい人は右手を頭に乗せて軽く下に押してあげましょう。息を吸って吐きながら戻ります。反対側やります。今度は吐く息で頭を左に倒します。手を使う人は左手を頭に乗せて軽く下の方に押してあげます。吐く息で中心に戻ります。手首の運動をやりましょう。両腕を前に伸ばして手の指を上に向けます。まず車のワイパーのような動きですね。これ手首の運動に見えるんですが、実際は肩から来てます。肩の関節から来ています。だいたい両方向に10回ずつぐらいでいいです。次は両手が同じでもいいですし、逆でもいいです。手首を上下に動かします。全部で、10回から20回ぐらいの間でいいです。はい、そんな感じでいいです。手を下ろして休憩します。今日は一つマリチアーサナというポーズを紹介します。これベルトなしでやるの結構難しいという人が多いんで、ベルトを使って行います。マットに長座の姿勢、足を伸ばして座ります。ベルトをつかみます。左の膝を曲げて足のかかとをできるだけお尻の近くに持ってきます。右の足は指を立てます。この姿勢からですね、フルのポーズをまずお見せします。左腕を前に伸ばして、左の膝をできるだけ体の近くに持ってきます。そして左手を左膝に引っ掛けて、できる人はここで背中の後ろで手を組んで顔を右膝の方に持っていきます。これ当然難しいんでベルトを使うわけなんですが、ベルトをすぐに持てるところに背中の後ろに置いておきます。そして足はこの体勢になってから左腕をまず前に伸ばしましょう。左膝をできるだけ体の近くに持ってきます。右手で引き寄せてもいいです。左手でベルトを掴んで右手でも掴みます。そして両手でベルトを持って顔を右膝の方に近づけます。
ここでキープ。このポーズも最初のうちはベルトを使って練習して、だんだんと手が近くなってきますんで、そのうちに手がつくようになります。練習したい人は頑張ってください。少しずつ毎日手が近くになるように努力します。はい、では息を吸いながら起き上がって、吐きながらポーズをリリースします。リラックスしましょう。反対側をやります。右膝を曲げます。かかとをお尻の近くに持ってきます。左の足の指は立てます。今度は右腕をまず前に伸ばします。ぐーっといけるところまで伸びて、右膝を体の横に引き寄せてから、右手を後ろに回して両手でベルトをつかみます。そして顔を左膝の方に下ろします。ここでキープします。はい、では息を吸って吐きながらポーズを解放します。リラックスします。はい、次は膝を曲げてマットに仰向けになります。両手を T の字に開きます。スプタパリバッタナアサナというポーズです。横にねじるポーズ。今日は足を閉じてやります。息を吸って吐きながら両膝を右に倒します。そして視線は左に向けます。ここでリラックスしてキープしましょう。膝の高さを変えてみてもいいです。上に上げれば上げるほど背中の下の方に感じます。吐く息で中心に戻ります。反対側をやりましょう。息を吸って吐きながら両膝を左に下ろして、顔は右を向きます。では一緒に起き上がりますが、ヨガの起き方をしましょう。両膝を右に倒します。右腕を頭の上に上げます。左手は胸の前でマットにつけます。そして両腕を使って、起き上がります。はい、楽な姿勢で座ってください。今日は左右の鼻の穴から交互に呼吸をする呼吸法をやります。この呼吸法はいろんなヨガスクールによって教え方が違いますし、名前も、少なくとも3通り聞いたことがあります。この、ナディシュディプラナヤマとかナディショダーナ、あるいはアニューロマヴィロマ、月と太陽の呼吸法という、意味なんですが、そういうのも聞いたことがあります。で、やり方はこれもいろいろあるんですが、私はこのナシカムドラで教わっているので、これを教えます。もしも自分でやったことがある人で自分のやり方があればそれでもいいです。右手で教えますが、左手を使う人は左手を使ってもらっても結構です。で、この内側の人差し指と中指を折って、右の親指で右の鼻の穴を塞ぎます。そして右の、薬指で左の鼻の穴を塞ぎます。で、交互に呼吸をします。
で、気をつけてほしいのは、まず、背中が丸まらないことですね。これは、体のエネルギーの流れを良くするんで、背中が丸まった状態でやるとあまり効果が、期待できません。背中を伸ばして、で、交互に吸います。吸うときは、肺いっぱいに吸い込みます。左から吸います。で、肺いっぱいに吸ったら右の鼻の穴を開けて右から吐く。で、また右から吸います。同じ方から吸って、吐くときに手を変えます。で、逆から吐く。こう上がったり下がったりという感じで呼吸をします。この呼吸法は左側のエネルギーと右側のエネルギーのバランスを整えます。ナーディっていうのは体の管っていう意味で、この気のエネルギーの流れる管ですね。そのことを言ってますんで、人間というのはだいたい60分から90分おきに、その主に使っている鼻の穴が変わると言われています。で、それがバランスよく左も右も同じぐらいの、感覚でメインになっていればいいんですが、例えば左に偏ってしまったり右に偏ったりすると、体のエネルギーのバランスが崩れて病気になりやすくなると言われているんで、これを改善します。両方の右左のエネルギーの流れを良くすると言われています。はい、では一緒にやりましょう。またナシカムドラの手を組んで、右の鼻の穴を塞ぎます。口を閉じて目も閉じましょう。左手は左膝の上に置きます。はい、まず息を吐き出してから始めましょう。左から吸います。吸って変えて右から吐きます。右から吸って右を塞いで左から吐きます。左から吸って左を塞いで右から吐きます。右から吸って右を塞いで左から吐きます。ご自分のペースで5分ぐらいやりましょう。
左右も1回ぐらいずつやって終わりにします。たら上げている腕を下ろしてリラックスします。目を開けます。いかがでしたでしょうか。非常に心も落ち着く呼吸法だと思います。ではこれからシャバーサナに入ります。マットの上に仰向けになります。ご自分で好きな時間だけシャバーサナを取ってください。そしてもういいかなと思ったらご自分で、手首や足首を回したりいくつかストレッチをしたりしてまた起き上がって動画をプレイしてください。最後に一緒にマントラを唱えます。最初にあったお話、レタスを育てるお話をしましたが、似たようなお話、ご自分で育てているものやそういうなんか豆知識ですね、そういうのがある方、ぜひコメントのところにご記入ください。このクラスでも紹介させていただけるかもしれませんので、非常に興味がありますので、もしそういうアイデアがあればぜひコメントのところに書いてください。楽しみにしてます。では最後に一緒にサルベババントゥを唱えますので手を合掌にしてください。オーム・サルベババントゥスキナハサルベサントゥニラマヤサルベバッドラニパッシャントゥマーカスチッドカバーバベットオムシャンテシャンテシャンティありがとうございました。ナマステ。